人の世界にようこそ。はい、本日はですね、あの幻の企画というか、第2弾マネーガチャでガチャ商品が出るまでやってみたという第2弾の企画をやってみたいと思います。前回、まあ、動画見たんですけど169、つまり1690連してやっとチェックメイトが出たんですけどね、緑のチェックメイト出てくれたんですけども、本日というか、まあ今回も1億8000万溜まってますんで、マネーの方はこれでまあやればね、まあ出るんじゃないかなということで、まあたくさんねやって結果出した方がね、より正確なデータも出ると思いますんで、ね、早速ですがやってみたいと思います。いつものごとくカウントしていきます。はい、じゃあまず充電、はい、いきます。はい、ちょっと音ちょっと低めにしておきます。はい、お、早くも金が、あとね、裏目的というか金の岩を、うん、そうそうそう、これがねまだマックスになってないっていうのもありますんで、うん、それもちょっとね、目標としていきたいと思いますけども、まあ勝手にやってるし多分ね増えていくと思いますけども。はい、単調なんだこれね、ほんと。これで30連になりますね。はい、うん、はい、今度なし、はい、なし飛ばす。はい、テンポよく行くのはいいんですけどね。お、シルバー出たよ、シルバー。まさかこれで決まっちゃうのか、もう。ここでなんだ、あ、止まったよ。あ、ということは、いや、これで岩尾って可能性あるからね、全然ね。全然岩尾の、あ、岩尾でした。はい、金岩尾ね。うん、まあね、こんなとこで出るわけないんですよ。そんなあっさり出たらみんなマネガチ引きますからね。うん、弾使わなくてもいいじゃんってなりますからね。あとね、何気にね、トロフィーがなくなるという事態が発生してね、特にあの木のトロフィーがね、なくなったりとかして、トロフィーがないなんて考えたことなかったですけどね。まあ、それだけ覚醒とかしてたんでしょうね。トロフィーがなくてね。あ、2個ぐらいやった。2体やりましたよ。これもう出るのか？出ないね。はい、うん、むしろ金で止まったらね、もう持ってない障子が出てくるということになりますんで、もうガチャ確定ということになりますけども、こういう出ない時ってのがね、結構精神的にきついもんがありますね、やっぱりね。何かしら出てくればおってテンションが、おこういう風にね、うん、一応ここまで待つじゃないですか。もしかしたらガチャ商人かもしれないっていう期待がね少しはあるんで、うん、まあ当然ね、スルーするんですけども、ここは、たまにねもうあっさりと出てくれてね、いや意外と簡単に出ましたよみたいなね、そういう動画もね、たまにはいいんじゃないのって思うんですけどね。前回のね、やっぱり確率から考えれば、まあ相当、うん。はい、1個出ましたよ。うん、止まるか？止まんない。はい、止まんないね。はい、もう3回4回と出ないともうね、結構もうだいぶ参っちゃいますからね、このトロフィーとメダルしか出ないって言って、この地獄にね、おあったぞ、2つあったぞ、うん、どうだ、はい、うん、まあ当然でしょうね。はい、複数体出てくるとやっぱりね、あ、なんか絆がだんだんこう進んでるんだなーって、だんだんね、ちょっとでも進んでるなーって気持ちになれるんですけど、一個も出ないと思うね。うん、あ、そうか、黎明僕もあったんですよ、ね。黎明僕も余ってしね、もう何百体超人覚醒できるんだろうぐらいありますから、もう。
お、2つ取った。お、来た。え、来たー。早かった。今回来ましたね。出ました。しかもこれかぶりかぶってなかったから止まったんですけども、はい、やっとあっさりと出ちゃいました。480連目、つまり48連で出ちゃいましたね。もともと1億8000いくらあったのが、まだ1000万中しか使ってない状況で出ちゃいました。いや、今回早かったな。いや、ほんと、なんか鳩が豆鉄砲を食らったみたいな感じになってますけども。はい。見てみましょう。ま、ね、ほら、これしか出てないんですから、何しろ。いやー、ちょっと、これね、これ。持ってなかったんだ。まあ、超人的にはまあね、しょぼい超人かもしれませんけども。まあ、1390番だからまあ悪くないか。そこそこ、有刺鉄線落雷カウンターということでね。うん、まあ、超人が何かあったんじゃもう関係ないんですよ。マネーガスで、この、玉花ちゃんの超人が出てくることに意義があるんですからね。はい。まあ、というわけで、いや、意外と出ましたよ。簡単に。出るときは出るんですね。はい。あっさりと。まあ、それはそうですけど、出るときは出るって。はい。じゃあね、マネーガチャの方で超人は出たんで、今度初めての友情ガチャで出るかということで。ただね、友情ガチャの方はなかなかポイントも貯まりにくいんで、正直ちょっと出るかどうかわかんないですけど、まずやってみたいと思います。はい。5万3000からスタートということで、はい。まず10連続、はい。いきますね、はい。こっちでも一応出るということなんですけど、私は、こっちはね、星4でもいいかなっていう、ちょっとは、思ってるんですけど、お、結構出た、でも。どうだ。ああ、これね、これ、あとこの決まってるやつ、これね。うん。はい。そう。あのね、サタンクロスとかアシュラマンはよく出るんですよ。うん、あと、よくわかんないなんかね、1のなんかどうでもいいやつ。あ、1個出ましたね。はい。ということで、ここでストップして、あ、でも昇格もあんのか。ストップしても確定ではないんだな。うん。こういう。金でストップしたら、じゃあ、またやっぱり熱いんですね。熱いっていうか、まあ、確定だと思います。これは多分ね、多分出ないと思いますよ。うん、ちょっとマネーガチャはね、奥に貯められるんですけども、こっちはなかなかね、たまんないですから。はい、あっという間にじゃあ、100連ですね。はい、これでね、ガチャ超人出るのは至難の技だと思うんですけど、なかなか、うん、ハードル高いと思いますよ。はい、ダメ。160。マネーガチャよりも多分確率悪いっていうか、まあ実際バカバカ引く機会がないですからね、友情ガチャもね。はい、だからまあ実際のところ検証した方もいるかもしれないんですけども、まあ私はもう完全に初の試みなんでね、ちょっとフレッシュな気持ちなんですけども。はい、ダメ。はい、あ、金1個ありましたけども。うん、はい、ダメ、うん。サタンクロスとかね、そう、アシュラマン出てないの、そういえば。見てないぞ、今回。アシュラマンもこれから出るんですけどね。あの、巻き菱、あ、金網巻き菱だったな、確か。うん、よくわかんないですね。はい。はっきり言って、この友情ガチャのサタンクロスとかアシュラマンを、キゼラマックスにするのってすごい大変だなと私は思うんですけどね。マネーガチャのあの岩男だったらね、マネー貯めていけば結構楽かなと思うんですけど、友情ガチャでこれサタンクロスをさ、マックスにするって、私多分まだ未だに30とか、そんぐらいだと思うんですけど、結構やり込んではいるんですけどね。どうしてもあの、フレンドポイントを貯めるには、フレンドさんの超人を使わないと悪いっていう、で、まあ、フレンドさん以外でもポイントもらえるんですけどね、フレンドさんのを使わないとなかなか溜まりにくいと思うんで、なかなかね、うん、
どうしても出ないときはもう普通に使っちゃいますからね。つうかまああんまりこだわってないですよね。フレンドのを使うとかね。あ、もうなくなりますね。これもう完全にダメです。有料会社では引けませんね。これは300連になります。これで1枚はしてんだけどね。キューブもってそんな見なかったの。え、1個ありましたけど多分ダメでしょう。あ、すいません、出ましたね。330連でデビルマジシャンが出ました。一応ガチャ超人ということでこれでね、終了という感じになりますけども、まあ星4ですけども、うん、一応確認のため見ます。はい、うん、4ですね。はい、デビルマジシャンが一応まあこのぐらい引けば、うん、ガチャ超人も出ますよということで、うん、結果は330連ということでね。はい、まあちょっとねポイントをガチャのねポイント、マネーガチャと違ってなかなか貯めにくいんで、友情ガチャっていうのは、うん、ただ今ちょうど6月14日までこのねゴトナチグロンとかエスナチグロン、あとカメハメのすごいいいやつとかね、億万長者ユアンが出るということで、まあこの機会なんでぜひねまとめて回してみるのも一つの手かなと思います。はい、じゃあというわけで本日はマネーガチャ&友情ガチャの方回してみたということで、検証してみました。次回あたりはねちょっと玉使ってちょっとねやってみたいなとも思いますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、では本日はこの辺で終了です。はい、さよなら。